これが第4の試練ですね。ここはドイツが出てくるんだろうな。まだ瀬戸が出てきてないからな。瀬戸はいそうだよね。そうなるか。まずはスロー入ったね。こっちにもスロー。 OK、 スロー入りましたね。バイオ、あ、バイオ入った。バイオデプロテ、よいしょー。先陣の守護。あ、でもなんかいい感じかも。運命の道を行こう。ためとけ。ガードスロー。あ、ベール入ってるか。今ダメだ。普通にかわす。あ、かわすね。強。ちゃんとあれしてくるんだ。ホーミングしてくるんだ。うわ、一発で殺された。強。フェニーを使います。こっちの瀬戸があとちょっとなんで倒しきれれば OK。 これでだいぶ楽できるんじゃないかなと。ダメだね、ベール入ってるから今何もできないですね。はい、もうあとは攻撃して。お、消えたぞ。ガード。あ、消えたと思ったらまだ続いてたか。近距離戦は怖いな。はい、もう攻撃するしか手段がねえのか。おっと、ガード飛ばす。おら、ガード。運命を悟るんだ。もうちょい、もうちょい。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。ガード。よし、いけ、ドン。よし、オッケー。オーバークロックも溜まってきましたね。銀の呪法が2枚か。1体ずつだったらな、こいつら倒して呪法集めるのもいいかもしれないね。さすがに2体相手だと厄介すぎる。なんかあれだな、真っ白の色違い的なやつが出てきてますね。次はなんだ。お、次はなんだ。また多分でもでっかいモンスターなんだろうなっていう予想。うわー、見たことあるやつ来た。こいつの弱点をまずは見極めてからですね。とりあえず切りかかって情報が手に入るかどうか。あ、なんでもいいんだね。じゃあとりあえずこのまま戦ったことあるやつなんでこのままで行ってみましょうか。スローで弱めてバイオかけてデプロテかけて ATB 貯めてガード詰め。貯めろ貯めろ。スローが消えそう。スローバイオ戦う。危ねえ。くらえ。スロー、スローかけ直し、レプロテかけ直し。バイオかけ直し。オッケー。怒ったね。
ですね。ブリザラが結構効いてる感じしますね。やっぱ魔法で。おっと、ドーン、いいダメージ入る。デプロテ切れましたね。デプロテバイオかけ直して、スローもかけ直して、ブリザーで攻めましょう。ガード、ここでアルティミーバース、あ、もうなかった。 ATB チャージ、こいつは勝てそう。バイオ、やべえ、また食らった同じの。でも攻撃力が大したことね。バイオ、デプロテ、デプロテ、スロー、スロー、アルテミビアス。攻めれそう。勝ち切ったな、これは多分。よし、あと2発くらいで多分落ちる。オッケー。しかもノックアウトした。よーし、オッケー。ステージ4、第4の試練突破。ここではサンダーかブリザードのあれがもらえるんでしょうね。全体攻撃が。あ、違った。トルネード。あ、これはあれだね。エアロの全体だね。OK、誕生の進路クリア。さあ、最後の試練でしょう。さあ、食材の進路。罪をあがなうのか、ここで。お、先行ですね。カオス、あぶねえ。オーバークロックが4回使えるんだよね。何これ。敵の状況まず見極めましょう。あれがわかんないな。ブリザラ効くかな。全身全霊で来い。落ち着いてガード、いろんなやつにスロー打ってみよう。そうか、こいつら自分たちで回復しちゃってんな。了解した、少し分かったぞ。火と氷だな。ここでオーバークロック使って、お前か。 OK、 ここでサンダラ打って、どこまで攻めれる。エアロラ、エアロラ、危ねえ。侍の祈りを。倒せるか、倒せるか、もう一回。よし、やっと一回倒した。もう一丁。よし、オッケー。よし、オッケー。あと一匹。オッケー、行くぜ。ぬるりと。アルテミピアス、アルテミピアス。時間がかかった。
超強え、こいつら。やっぱ数いるとめんどくせえな。これが第一だけど、多分第二は大型モンスターだからちょっと楽できるんじゃないかな。ああ、こいつはわかる。チョコボイーターだ。さあ、まずはスローですね。しっかりスローかけて。スロー入んねえ、もしかして。うわ、スロー耐性あるな、これ、多分。バイオは？なんかバイオも耐性あるっぽいですね、これね。じゃあ、デプロテはどうか。ダメか。デバフが効かないとなると、デプロテも入んねえか。これ戦い方変えた方がいいっすね。お、早速読まれるものか。堂々と戦う。ああ倒した。ああもったいねえ。最後のアレイズめっちゃもったいなかったな。よーし、4つの試練突破。長かった。ほとんどカットじゃんこんな。絶対カットしてんだろうな。バースト。はい、ということで4つの試練突破できました。これでどうなる。贈り物だよ。取り戻して、それで失ったものすべてを。お姉ちゃんならきっとできるって。そうか。すべて取り返すさ。お前と一緒に。世界の終わりに最後の血を流そう。これはどうなったの？強くなったってことでいいのかな？セラが持ってた武器？こんなだったっけな？とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。最後まで動画見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。